第6軍団第一師団の気象第6軍団は、南北戦争中の北軍の軍団。主に、ポトマック軍に属したが、一時的に、シェナンドー軍にも属した。1862年3月、ポトマック軍司令官のジョージ・マクレランは、アメリカ連合国の首都リッチモンドの攻略を目指し、半島方面作戦を3個軍団の兵力で、開始した。作戦途中に、 バージニア半島に、ウィリアム・ B ・フランクリン巡将の師団が到着すると、マクレランは、その第4軍団から第2師団を抽出してこれと、組み合わせ、1862年5月18日に、暫定第6軍団を編成した。後に、陸軍省は軍団を、正式のものと認め、ポタマック軍第6軍団となる。初代の軍団長はフランクリンが務め、代わりの師団長には、 ヘンリー・ダブリュース・ローカムが就任した。1862年6月20日時点での軍団の定数は24,911人、実動19,405人であった。砲兵部隊は大砲40門を有していた。半島方面作戦終盤の7日間の戦いでは、その3つ目の戦闘である6月29日の ゲインズミルの戦いにおいて、スローカムの第1師団は、フィッツ・ジョン・ポーター准将の第5軍団の支援に派遣され、南軍と激しく戦った。この戦闘で、師団の実動8000人弱のうち、2021人を失った。スミスの第2師団に属するバーモント旅団は6月29日のサベージ駅の戦いで、目覚ましい活躍を見せ、 第5バーモント連隊は209人を失っている。7日間の戦いの他の戦闘にも参加したが、最後の戦闘となったマルバーンヒルの戦いでは、予備として置かれた。半島方面作戦終了後、第6軍団は、第3軍団及び第5軍団と共に、ジョンポープ少将のバージニア軍支援のために派遣された。北軍の大敗北に終わった第20ブルランの、 戦いには一部の部隊が戦闘したのみであった。第一師団の第一ニュージャージー旅団は8月27日にブルラン教で戦い、死傷者、行方不明合計339人の損害を出した。旅団長のジョージ・テイラーも瀕死の重傷を負った。その後、第六軍団は再びポトマック軍に戻った。メリーランド方面作戦中の9月14日の サウス山の戦いでは、クランプトンギャップの攻撃を担当し、スローカム師団は有利な位置にあった南軍を排除した。スローカム師団の損害は533人であった。9月17日のアンティータムの戦いでは、軍団全体としては大きな戦闘には参加しなかった。この中で、スミスの第2師団の第3旅団は、激しい戦闘を行い、特に第7メイン連隊と、 第20ニューヨーク連隊は大きな損害を被った。アンティータムではダライアスコーチ少将の第4軍団から1個師団が第6軍団に派遣されていたが、この師団は後に第6軍団の第3師団として編入され、師団長にはジョン・ニュートンが就任した。マクレイランに代わってアンブローズ・バーンサイドがポトマック軍の司令官に就任すると、 それぞれ2個軍団から構成される大師団を編成した。フランクリンは左翼大師団の司令官に昇進したため、スミスが第6軍団長となった。スローカムは第12軍団長に昇進した。第1師団長には、ウィリアム・ブルックスが、第2師団長には、アルビオンハウ大佐の軽師団の銃剣突撃が成功した。ブルックスの第1師団は、同日遅く、 セーラム協会での戦闘に加わった。しかし、フレデリックスバーグの確保はできず、メリーヒルで防御体制を取ることとなった。その間に、南軍が強化されたため、第6軍団は5月5日の夜明け前にラッパハノック、川を渡って退却した。軍団の損害は4.589人であった。行方不明の多くは、セーラム協会の戦闘で生じた。戦闘前日には、 第6軍団の実数は23,730人で、実際に戦闘が可能だったのは2万人以下であった。この戦いの後に、軽士団は解散となり、所属連隊は他の士団に配属された。チャンセラーズビルで勝利した南軍は北上を開始した。迎え撃つポトマック軍の司令官は、ジョージ・ミードに交代した。第六軍団長は、セジウィックのままで、第一師団長に、 ホレイショライト順将が就任した。ハウト・ニュートンは引き続き師団長を務めた。7月1日、軍団はメリーランド州マンチェスターの基地を出発し、17時間かけて37マイルの航軍を行い、7月2日の午後にゲティスバーグに到着した。第一師団はリトルラウンドトップと麦畑の戦闘に参加した。ポトマック軍中最大の人員にもかかわらず、 第六軍団は、ゲティスバーグの東で予備として置かれた。軍団として活動することはなく、所属部隊のいくつかが、前線の崩壊を防ぐために補強に抽出された、程度であった。ある旅団は最左翼のカルプヒルに派遣され、別の部隊は、右翼のリトルラウンドトップに残された。7月2日、 アレクサンダー・シェラー淳将の旅団は、右側面の第12軍団の支援のために派遣され、左翼のニュートン師団のヘンリー・ユースタス旅団及び、フランク・ウィートン旅団も、いくらかの損害を受けた。ウィートンの旅団は、左翼側面を安定させる支援を行った。第3師団長のニュートンは、戦死したジョン・エフ・レイノルズの後を受けて第1、軍団長となったため、ウィートンが、 第3師団の指揮を引き継いだ。ゲティスバーグから撤退するリーを追って、バーモント旅団が、ウィリアムポートで戦った。旅団は1マイル以上に引き伸ばされ、他の部隊からの援護も期待できない状況で、優勢な南軍の反撃に遭遇した。しかし、地形的に有利な位置を占めていたため、多少の損害は出したものの、持ちこたえることができた。バージニアに戻った後、軍団は、 ブリスト方面作戦に参加した。11月7日には、第2次ラッパハノック駅の戦いでは、残豪にこもった南軍への攻撃に成功した。第6名員及び、第5ウィスコンシン連隊は、この攻撃を、重剣だけで成功させている。この作戦は、勝利したというだけでなく、多数の南軍捕虜や武器を露獲したということでも、成功であった。 南軍ジュバルアーリー少将の師団所属連隊の軍機も何本か捕獲した。11月27日から12月2日のマイン団ンの戦いにも参加はしたが、戦闘は行っていない。その後軍団はブランディステーションで投影に入った。1864年3月、それまで西部戦線の指揮を取っていたユリシーズ・グラントが、中将に昇進し北軍の総司令官になると、 ポトマック軍の組織も改変され、第6軍団も影響を受けた。既存の第3師団は解散となり、所属旅団は第1師団と第2師団に配属された。また、第3軍団が解散となったために、その第3師団が第6軍団第3師団として加わった。師団長はジェームズ・リケッツであった。軍団は、不評49個、連隊。 八個砲兵中隊からなる、砲兵旅団及び一個重砲大隊から構成され、実動24,163人の人員を有していた。オーバーランド方面作戦におけるアラノの戦いとスポットシルバニアコートハウスの戦いで、第六軍団はそれまで経験したことがない、激しい戦闘を行った。荒野の戦いでは、 第2師団のバーモント旅団は2800人中1232人を失った。スポットシルバニアでは第1師団の第15ニュージャージー旅団は1日の損害としては最大の死傷率を記録した。軍団長のセジウィックは狙撃兵の銃弾で5月9日に戦死したが、セジウィックは兵士からアンクルジョンとした荒れており、その戦死は軍団の指揮に 大きな影響を与えた。ライトが軍団長に昇進し、デイビッド・ラッセル准将が第一師団長となった。5月10日、エモリー・アプトン大佐は、第6軍団全体から選ばれた12個連隊を、率いて、南軍のミュール州と呼ばれた都市部に銃剣突撃をかけ、白兵戦を行った。5月12日、ブラディアングルで第6軍全体が戦ったが、 この時の損失は南北戦争中の最大損害記録に近いものであった。荒野の戦いでの損害は5035人、スポットシルバニアでの損害は4.042人であった。6月1日のコールドハーバーの戦いでは再び死傷者2715人の損害を出した。その後ピーター・スバーグ包囲戦に参加したが南軍ジュバル・アーリー少将がメリーランドに侵攻したため、 その対応のためシェナンド渓谷に移動することとなった。7月6日、リケットの第3師団はシティポイントで乗船し、8日にはバルチモアに到着、アーリーの追跡を開始した。翌日、モノカシーの戦いではルーウォーレスに合流し、アーリーを打ち破ることはできなかったものの、ワシントン侵攻の遅延には成功し、戦略的勝利を収めた。 残り2個師団は7月10日に乗船し、ワシントンに上陸、市の郊外とも言えるスティーブンストリデでアーリーを攻撃し、これに勝利した。この戦いの矛先は、第2師団のダニエル・ビドウェルの旅団に向かい、その連隊長はカズトを除き全員が戦死あるいは負傷した。その後軍団はアーリーを追って、メリーランドを通過して、バージニアに入った。 フィリップ・シェリダン少将の下にシェナンド軍が組織、されると、第6軍団はその参加となった。他に、第8軍団、第19軍団がこれに加わった。シェナンド渓谷での戦闘では、オペクオンの戦い、フィッシャーアヒルの戦い、シーガークリークの戦いでの勝利により、長く記憶されることとなった。シェリダンの勝利により、アーリーは敗北から二度と回復することはなかった。 ゲティの第2師団は、シーダークリークの戦いで、他の部隊が到着するまで、南軍の攻撃に長時間持ちこたえた。第1師団長のラッセルは、オペクオンで戦士、ビドウェルは、シーダークリークで戦死、第3師団長のリケットも、重傷を負った。オペクオンでの損害は1699人、シーダークリークでの損害は2126人であった。 8月22日から10月20日までのシェナンド方面作戦での損害は実動12,615人に対して合計4,899人であった。ラッセルの後を受けてウィートンが第一師団長となり、トルーマン・サイモア順将がリケットに代わって第三師団長となった。1864年12月、第6軍団はポトマック軍に戻り、 ピータースバーグの包囲に参加した。東映地はウェルドン鉄道の付近であった。1865年4月12日、ピータースバーグに対する最後の攻撃を行った。その後、D がピータースバーグを脱出すると、それを追跡するアポマトックス方面作戦においてセーラーズクリークで戦った。これが第6軍団の最後の戦いとなった。 南軍のクリークを渡っての反撃は、砲兵の支援を受けて撃退され、第六軍団は、リチャード・イーウェルの前線に対して、逆襲を行った。第六軍団が得た捕虜に中には、イーウェルとリーの長男であるジョージ・ワシントン・カーティス・リーが、含まれていた。1865年6月28日、第六軍団は解散した。シェナンドー軍令下にあった、次期の軍団長。 ありがとうございます。